こんにちは、リリナナです。今日は小さめのクマちゃんとウサギちゃんの編み方を紹介したいと思います。でこれから入園入学シーズンになると思うんですけど、結構うちの娘が幼稚園とか最初行きたくないって感じだったんですけど、手作りのヘアゴムとかこう編みぐるみで編んだものとか折りボンだったりとかをつけると結構頑張って幼稚園に行ってくれていたので、後ろにヘアゴムをつければヘアゴムになるし、キーホルダーにもなるし、ピンをつければコサージュみたいなにいろいろ応用が効くと思うので、あと編み物初心者さんで編みぐるみがちょっとハードル高いなっていう方にも、最初にお顔の部分だけだったら、簡単にできると思うので、よかったら一緒に編んでみてください。で今回使用する糸がベーシックコットンの12番黄色っぽい糸でクマちゃんを編んでいこうと思います。でウサギちゃんは耳だけ変えればウサギになるので、ウサギちゃんは耳だけとりあえず編み方を紹介していきます。でお花の部分、ここのお花の部分は白い、ベーシックコットンの白い糸を使いました。あとここの刺繍の部分も何でもいいんですけど、刺繍糸でも何でも、私はベーシックコットンの茶色い糸で刺繍をしました。あと目の部分は刺し目の4ミリ、ちょっとつぶらな感じがいいなと思って小さめの目にしたんですけど、これもお好みで5ミリでも結構可愛い、大きなお目目で可愛かったです。であとはかぎ針は今日は4号針、あとはハサミですね、あととじ針と、あとは綿、あと刺し目を使うときはボンドを使います。これセリアさんで買ったボンドなんですけど、先が尖っていて結構使いやすくてお気に入りです。であとはあったらいいなって感じなのが、私は綿を入れるときにいつも竹串を使っています。あと目を入れるときも竹串でこう刺してからボンドを入れたりとかするのに結構便利です。あとは待ち針ですね、お耳を留めるとき待ち針を使うとずれないで綺麗にできると思います。結構使わないでつけるとちぐはぐにお耳がなっちゃったりとか、お鼻も曲がっちゃったりとかするので、待ち針があると結構便利です。で編み図の方を書いてみたので、編み図というか表ですね、編み図が丸く書けないので表を作ってみました。で×こういう×というのが細編み、 V というのが増し目で、 V の逆これが減らし目で、 T みたいなのがお花の部分で出てくるんですけど、 T が中長編みで編んでいきます。とりあえず頭の部分から輪の中に6目スタート、細編み6目を入れてスタートして編んでいきます。指に2回かけます。で輪の中に針を入れて向こうから糸を持ってきます。でキュッと輪の中に入れて引き締めます。で鎖編みを1回してこれで1つ立ち上がり、ここから6回細編みをスタートさせます。これで1回、1、2、
でちょっと糸を引っ張って輪を引き締めます。最初に編んだ方にちょっとキュッと引き締めて出てる糸を引っ張ります。で、反応した糸を出てる糸の方こっちからキュッと引っ張るとここが動きます。反対を引っ張っちゃうとここが抜けてしまうので気をつけてください。糸が出てる方をキュッとこっちから引っ張ります。で、輪が引き締まったら糸端をキュッと、で穴を小さくしときます。で、針を戻して手前に来る糸がこう動く方を手前にしときます。で、こっから数えて6個目、1,2,3,4,5,6、6個目の輪に、輪じゃない、細編みの頭に針を入れて糸を持ってきてそのまま引き抜く。これで1段目が完成です。次、2段目は全部増し目で12個、全部で12個、1つの目に2つずつ細編みをしていきます。1回立ち上がって根元から細編みを1、2、次の目にも1、2、次の目にも1、2。増し目というのは一つの目に対して細編みを2つずつ入れていきます。で、6目スタートだったので6の倍数で全部で12目にしていきます。で、最後まで編んでここが引き抜いたところ、もう一目ありそうなんですけど必ず引き抜いたところ、このちっちゃいのが立ち上がり最初の目、引き抜いたところ立ち上がり最初の目なので、ここは編まないで、ここ最初の目に針を入れて引き抜きます。で、私は結構編み癖がきつくって、で最初のところもあまりここの引き抜いたところが目立つのが嫌なので結構ギュッと引っ張ってしまいます。で、そうすると小さくなって編みぐるみとかを作る時に結構縦の線が頭とか出ちゃうんですけど、それが目立たなくなっていいと思います。次、3段目、3段目は増し目細編み増し目細編みの順番で編んでいきます。1回鎖で立ち上がって根元に増し目細編みを2回します。で、次の目には細編み、次は増し目1つの目に2つ、次は1つの目に1つ、増し目細編み、増し目細編み、増し目細編みと最後の目までぐるっと編んでいきます。で、最後まで増し目細編みで終わりました。で、またここが引き抜いたところ、引き抜いたところが小さくなってますよね、ギュッと引っ張ったので小さいんですけど、ここが引き抜いたところ、立ち上が
最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。その時に私は結構キュッと引っ張ってここを小さくしています。次4段目、4段目は全部細編み、増し目とかなく全部細編みなので前と一緒で18目にしていきます。また一つ立ち上がって根元に細編み、次の目にも細編み、すべての目に一つの目に対して一つずつ細編みを入れていきます。これをずっとぐるっと最後まで一周していってください。はい、最後まで編めました。そしたらまたここが引き抜いたところ、立ち上がり最初の目、ちょっと分かりづらいんですけど、引き抜いたところ、立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。でまたここが大きくならないようにちょっとキュッと引くと綺麗になっていきます。でこの時に糸によっては結構ツルツルしている糸だったりすると輪がどんどん広がってきてしまう場合もあるので、ひっくり返してここで糸処理をするといいかもしれません。私は結構ベーシックコットンはあんまり緩まないので、ギュッと引っ張ってそのまま糸処理をせずに中に入れることが多いです。でもしだんだん小さくなってくると、穴が小さくなってくるとやりにくいので、糸処理する人は今のうちにしといた方がいいと思います。で次5段目、5段目は細編み、増し目、細編み、細編み、増し目、細編みの順番で編んでいきます。細編み、増し目、細編み、細編み、増し目、細編みをずっとぐるっと一周して全部で24目にしていきます。で針を外しちゃったら、この動く方、反応する方が前、反応しない方が後ろという形で針を戻してあげてください。鎖一つで立ち上がって根元に細編み、次の目には増し目、次の目には細編み、これを一グループと考えてずっと同じことを繰り返していきます。細編み、増し目、細編み、細編み、増し目、細編み、でまた細編み、増し目、細編み、でこれで一周ぐるっと細編み、増し目、細編みの順番で編んでいってください。で細編み、増し目、細編みで終わったので、また引き抜いたところ、ここが立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。でまたちょっとキュッとやっておきます。次6段目、6段目、7段目は増し目なしで全部一つの目に細編みを一つずつ編んでいきます。さっきの4段目と同じですね。6段目、7段目は増し目をなしで編んでいきます。一つ立ち上がって根元から細編みを一つずつ編んでいきます。今6段目なので6段目ぐるっと編んで、で次7段目ぐるっと編んで、7段目まで増し目なしで細編みを編んでいってみてください。
最後まで編めました。でまた引き抜いたところ、立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。で次は8段目、8段目から減らし目になっていきます。で8段目からが8目減らし目をしていきます。減らし目細編み、減らし目細編み、減らし目細編みの順番で全部編んで、全部で16目にしていきます。8段目は一回立ち上がって、ここから減らし目、減らし目というのは2つ2目を1目にします。根元に針を入れて針を持ってきます。じゃあ糸を持ってきます。で次の目、次の目にも針を入れて糸を持ってきます。で3本かかってるのを一気に1目にします。これが減らし目で、次の目は普通に細編みを1つ、でまた次針を入れて糸を持ってきて、針を入れて糸を持ってくる、で3本一緒に引き抜く、でこれで減らし目、次は細編み、でこの要領で全部減らし目細編み減らし目細編みという感じで、減らし目細編み減らし目細編みでぐるっと一周編んでみてください。で8段目の最後、減らし目細編みまで来たので、また引き抜いたところ立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。で次9段目、頭は9段目で最後になります。すべての目を減らし目していきます。で全部で8目にします。一回立ち上がって根元に針を入れて糸を持ってきます。で次の目、次の目にも針を入れて糸を持ってきて、3本一緒に引き抜く、でまた次、次の目にも針を入れて糸を持ってきて、また次の目にも針を入れて糸を持ってきて、3本一緒に引き抜きます。でだんだん輪が小さくなってくるので、編みづらくなったら結構私はこう潰して平らにして編んでいきます。その時後ろの糸は取らないように注意をしながら、こう編んでいきます。で全部減らし目最後までぐるっと減らし目をしていってください。で最後まで編めたので、また引き抜いたところ、立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。でこれで終わりなので、糸を始末する分ちょっと長めに、長めで糸をカットして、ここでキュッと、穴が小さいので後ろとかでも綿は入れやすいと思います。でここでちょっと綿を入れちゃいましょう。で綿を入れる時のポイントなんですけど、まん丸にいちごみたくまん丸にするんじゃなくて、ちょっとおにぎりみたいな潰す感じの方が、ヘアゴムにする時とかまん丸よりもちょっと潰れてる感じの方が使いやすいのかなと思います。であとちょっと横にもこう入れてあげると、このほっぺの部分がぷくっとなって可愛いかなと思います。これもまん
ん丸じゃなくてちょっと潰れてる感じで、ここの、引き抜いたところ立ち上がりのラインが後ろに真後ろに来る感じでちょっと潰す。 おにぎりみたいな形がいいかなと、お好みなんですけどね。で、輪を引き締めていきたいと思います。とじ針に糸を通して、好きなとじ方でいいと思うんですけど、とりあえず私は手前1本だけをいつもこうくるっとこっちから向こうに、こっちから向こうに取っていって、輪を引き締めています。引き締めたら輪の中に入れちゃって、なんか間に針をくぐらせます。で、ここで私は玉留めをして、もう一回同じ穴に入れます。違うところに出してキュッと引っ張るとこれが中に入ります。で、ここで糸をちょっと引っ張りながらカットで、ちょっとこう揉むと中に入っていくので、はい、頭の部分ができました。潰してちょっとおにぎりのようにしています。で、次耳の部分ですね。で、耳の部分も1段目は輪の中に6目細編みを入れていきます。さっきと同じで指に2回かけて輪の中に細編みを6回、鎖1回で立ち上がってここからスタート、最初の方にキュッと引き締めます。で、出てる糸を引っ張って反応した糸をこっちから引っ張ります。で、キュッと輪を小さくします。で、次針を入れて目に針を入れて糸を持ってきて引き抜きます。これで1段目編めました。次2段目、2段目は3目増やしていきます。増し目細編み、増し目細編み、増し目細編みの順番で編んでいきます。こっちと違うので注意してください。増し目細編みの順番で耳は編んでいきます。1回立ち上がって根元に増し目、
1つの目に2個細編みを入れます。次は1つの目に1つ細編み、次は増し目、次は細編みで増し目、引き抜いたところを立ち上がり最初の目、最初の目に糸を、じゃ針を入れて引き抜きます。で次3段目、3段目は増し目とかなしで全部すべての目に細編みを入れていきます。上で9目になったので下も一緒、9目で3段で終わりになります。立ち上がり1つで根元に細編みで、次の目にも全ての目に細編みを1つずつ最後までぐるっと入れていきます。最後まで編めたらまた引き抜いたところ立ち上がり最初の目、最初の目に針を入れて引き抜きます。でここで終わりなので、耳をつける分糸を残したいので、またちょっと長めにカットして、これをもう一つ作ります。キュッと、でここの中の部分は処理してもいいし、気にならなければちょっと短めにカットをしちゃって中に入れちゃう、私は。でこれでお耳ができました。同じお耳をもう一つ作ってください。でついでにうさぎちゃんのお耳もこんな感じで作っていきます。1段から5段まで上限なしで、増し目とか減らし目なしで全部8目入れていく形になります。ちょっとここの輪が小さいので編みにくいと思うんですけど、頑張ってみてください。指に糸を2回巻きつけて、で1回立ち上がりますね。ずっともう最初とやり方は同じです。1、2、3、4、5、6、7、8、細編みを8回入れたら輪を引き締めます。で2段目から全部5段目までずっとひたすら細編みを編んでいきます。最初の目にここから数えて8個目、 1、2、3、4、5、6、7、8、 8個目に針を入れて引き抜いて1段目ができました。次立ち上がって根元からひたすらぐるっと細編み、8目スタートなので輪がちょっと穴が開きやすいですね。でなので2段目が終わったあたりでギュッと引き締めちゃいます。
引き抜いたところ、立ち上がり最初の目。くるんとなっててちょっと分かりづらいんですけど、最初の目に針を入れて、よいしょ。で、引き抜きます。で、キュッと。で、こっち向いてるので、くるっとひっくり返して、穴がちょっと開いてますよね。それをギュッと引き締めちゃいます。ギュッと。糸が弱いのだと結構切れちゃったりするので気をつけながら。で、穴が閉じました。もし気になる方がいたら、ここで糸処理をしちゃってもらって大丈夫です。私はこのまま邪魔なのでちょっと残してここでカットしちゃいます。で、また戻して、ここからずっと5段までひたすら細編みを入れていきます。小さいので編みづらいと思うんですけど、そういう時はこう、潰しながら、潰して平らにして編んでいくと、なんとか小さいものでも編めると思います。で、ぐるっと5段まで編んでみてください。5段まで編めました。そしたらまた耳を縫い付けるのに、ちょっと長めに糸を残してカットします。で、キュッと取っといて、私はこの立ち上がりの部分が真後ろに来るようにこう折ります。くまちゃんも一緒なんですけど、この糸が出てるところが立ち上がりの部分、ここが真後ろに来るようにいつも作っています。で、最後のパーツでお花の部分は1段で終わります。白っぽい糸で、私は編んでいきます。見づらいかな。と、細編み、中長編みを次2つ、中長編みで、細編み、中長編みで編んでいきます。指に2回また巻きつけて、輪の中に最初と一緒ですね。一回立ち上がって、まずは細編み。で、次は中長編みを2回。中長編みというのは、針に糸を1回引っ掛けます。で、そのまま輪の中に針を入れて、また糸を持ってきます。で、3本一緒に引き抜く。で、また中長編み。引っ掛けて輪の中に針を入れて糸を持ってきます。3本一気に引き抜く。で、これが中長編み。で、次は細編み1回、細編みで、また中長編み2回、引っ掛けて入れて持ってくる。で、そのまま3本一気に引き抜く。また引っ掛けて輪の中に入れて持ってくる。で、3本一緒に引き抜く。で、これで終わり。あと輪を引き締めます。引き締め方はもう一緒ですね。
1、2、3、4、5、6、6個目の頭に入れて引き抜く。でちょっとこれも長めにカットします。でこのままギュッと引き抜いて、ちょっとクッとする感じでつけてあげると可愛いかなと思うので、私は結構最初の糸端をこう丸めて中にこう入れちゃったりします。ちょっと今回長かったのでかな、残してこの中にこう入れちゃって、このまま入れてぷくっとこうさせた感じで縫い付けます。そうするとお花がちょっとぷくっと出て可愛いかなって気がします。でこれをお花の部分は一つ編んでみてください。でパーツができたので全部くっつけていこうと思います。どうしようかな。じゃあまずはお花から、花の先に後ろから針が出るので気をつけてください。手が刺さっちゃうと危ないので気をつけながら、で下に ここの間を私は2段中に入れる感じ、1、2、3、4、5、5段目と6段目の間に最初の頭の上が来て、6、7、8段目のところに下が来る感じ。ここの糸が出てるところ、これが真下に来る感じがいいと思います。待ち針でたくさん刺してる人は後ろに針がこう出てるので気をつけながらお花を縫い付けていきます。でその時に目を試しに付けてみたり、位置はいいかなとか、これは4見づらい、これ4ミリ、こっち5ミリ、どっちも可愛いかな。とりあえず位置が大丈夫だったらここで縫い付けてしまいます。
私の場合はお花を縫い付けるときは、向こう側、奥側の1本だけ、ここの奥の1本だけをすくってつけています。でくるっと一周縫い付けてみてください。でお花がつきました。そしたら目は何ミリがいいかな。こっちが4ミリ、こっちが5ミリ、4ミリにしよう。これも好きな感じで、とりあえず、仮で刺しておきます。でお耳は、1、2個目、こう見て真ん中あたりにつけます。これもやっぱり好みで、下がいいなとか、下だとコアラっぽいかな、いろいろ自分でここが可愛いなって思うところにつけるのがいいのかなと思います。で、1、2、3、4、5、5段目の1、2、3、4、5、5段目の下、ちょっとお耳を真ん中くぼませる感じでつけると可愛いかなって。でこれも待ち針気をつけてください。で両耳、こう見て同じぐらいの場所につけます。だいたい左右対称になっているか見て、でこのぐらいかなって思ったら縫い付けていきます。ちなみにウサギちゃんは、私は2個目、2段目の1、2段目の部分と3段目、2段目と3段目のところにつけています。これも真ん中あたりに縫い付けます。でウサギちゃんも縫うときにこのラインが真後ろに来て、ちょっとこう折ってあげると可愛くつきます。ちょっと折る感じ、真ん中をキュッと。でクマの耳を縫い付けます。針が、待ち針は本当痛いので気をつけてください。
内からぐるっと一周編んでいきます。編んでじゃない、留めていきます。目が取れた。つけるときは自由でいいんですけど、私は結構前をここをギュッと中に入れたいので、後ろも一緒に縫い付けちゃいます。後ろから前に出す、前から後ろにみたいな感じで、つけ終わったらまた糸処理をしていきます。で、反対側も同じように耳をくっつけていきます。で、次はお花に刺繍をしていきたいと思います。今回はベーシックコットンの茶色っぽい糸で、私は端っこを玉留めをして、どこか分かりづらいところに針を入れて、で、ここからお花の真ん中に向かって針を出します。で、キュッと引っ張ると中に入ってくれるので、このままで、お花は好きなように、うさぎちゃんの場合はとりあえずこう、真ん中から端、真ん中から端で2箇所だけ刺繍をしてみたんですけど、くまちゃんの場合はここの周りの、ここの下、ここまで、ここのラインまでを刺繍してみました。真ん中から角の外に、これもお好きな感じでいいと思います。で、真ん中に針を出すときにだんだん硬くなって
の刺繍糸とかでもやりやすいかな。で、中をこう埋めていく形で、これでもいいかなっていう時に頭の中に針を刺してどこか違うところに針を出して玉留めをしてまた入れて出す。このままカットしちゃいます。で、ちょっと出てるのは揉んであげると中に入ってくれます。私は結構竹串で穴を開けて目を入れることが多いです。これ5mm、これ4mm、 お目目の位置もいろいろ好きなところに上だったり、下微妙か。これ6mm ですね。6mm、大きい。やっぱり私は4mm の小さいお目目がいいかな。うつぶらな感じがちょっとお気に入りです。で、目をつけるときに一回で、このままちょっと乾かして、だいぶ乾いたらまたお目目が結構すぐポロッと取れちゃうんですね。で、またボンドを流し入れてお目目をつけてあげると丈夫になります。で、注意点なんですけど、小さいお子さんとかはやっぱり気をつけていただきたいんですけど、うちの子が幼稚園に行ってた時に夏とか結構頭にすごく子供って汗かかないですか。で、その時にボンドとかで目をつけたり、こうおリボンをクマちゃんとかウサギちゃんのお耳のところにおリボンをボンドでつけたりしてたんですけど、
汗でボンドが溶けて取れたりしてたんですね。なのでヘアゴムにするときは、目の部分をボンドじゃなくて縫い付けるやつとか刺繍だったりとか、あとは水にも落ちない接着剤みたいなのを使った方がいいのかなと思いました。で、大人がヘアゴムで使う場合はそんな大人はすごく頭に汗かくとかはないと思うんですけど、子供は帽子かぶったりして蒸れたりとか、あと水遊びだったりするとせっかくつけたお目目がなくなっちゃったりとかするので、それは気をつけていただきたいなと思います。で、今回こういうクマちゃんとかウサギちゃんとか編みぐるみは初めての投稿だったんですけど、どうだったでしょうか。ちょっとパーツを縫い付けるとか、なかなか工程がいろいろたくさんあるんで、編みぐるみとかも大変だとは思うんですけど、こう小さいものから少しずつ編んでいっていただけたらなと思います。では長くなりましたが、今回はこの辺で。ではリリナナでした。